リーグが20節まで終了していますが、今回は前半戦を振り返り、開幕前の予想とどの程度合っているか比較していきたいと思います。ちなみに予想したのはチーム順位、得点、アシストランクなどなど。まずは順位予想だが、見事に全不正解。まさかビラとトッテナムがここまで躍進するとは。ウエストハムとウルブスもかなり予想外の進捗状況、途中経過ではありますが、この結果はかなり涙目。次に得点ランクですが、ここは見事に1、2を的中ですが、それ以外は惨敗。エンクンクの長期離脱はさすがに想定。シティはデブライネ復帰で、サランは代表で約1ヶ月離脱。しかもシティは代表の離脱者がなしで、もともと後半戦にめっぽう強いので順位が変動する可能性は高そう。次はアシストランクですが、こちらは大惨敗。デブライネの長期離脱とユナイテッドがここまで低迷したのは完全に予想が、とにかく後半戦の巻き返しを期待するの。最後はその他もろもろの予想ですが、こちらは意外といい戦意です。唯一若手 MVP は怪しげだが、差はかなり現実と肉薄した状況ではないだろうか。よろしければ今からでもぜひコメント欄に皆さんの予想を載せてもらえると嬉しいです。